陸上自衛隊には現在謎に包まれたドローンがあります。それが災害用ドローン1型というものです。災害用ドローンは現在2型階と公開されていますが、1型については実物が確認されていない謎に包まれたドローンなのです。今回は陸上自衛隊のドローン動画の番外編として、この謎に包まれた災害用ドローン1型の真相に迫ってみたいと思います。そもそも災害用ドローンとは、陸上自衛隊が災害時に被害調査や捜索などをするためのドローンのことで、有事には偵察用ドローンになることも想定されています。2018年から計画され、後に1型と2型の機種も発表されました。そして1型として決まったのが、アメリカのインスタント愛車のマーク3ジェン5というドローンでした。これは米海兵隊も採用した本格的な軍用ドローンで、重量 250g という軽量な機体に防水機能や夜間飛行も可能にした全天候型偵察ドローンです。もともと防衛省でも1型には軍用ドローン、2型は安価な市販のドローンという枠組みもあったため、これでコストと性能を保ちながら短期間で数を増やそうという狙いもありました。こうして2020年から初回分として20機の1型を予定していました。ところが2020年を過ぎても納入など発表されず、1型に関する情報は途絶えたのです。代わりに翌年になると2型回という新たな枠が発表されます。これには事実上の軍用ドローンアナフィー USA が採用され、軍用ドローン枠だった1型と被る形となりました。この結果、現在の災害用ドローンは1型は未確認、2型や2型回は配備済みという不思議な状態になっているのです。一体1型に何があったのでしょう。これについて防衛省からの発表は特にないですが、状況からいくつかの推察は立てられます。まず一番簡単な考えが、納入後情報公開していないというものです。軍用ドローンとしての秘匿性や扱う部隊の秘匿性から運用状況が公開できないという考えです。しかし正直なところ、この可能性はかなり低そうです。というのも、メーカーからすでにスペックなどの詳細情報は公開されています。また特殊部隊のような秘匿性の高い部隊に配備されたとしても、事前に機種を発表していること自体が不自然です。何より消耗品や保守物品などの関連品すらも調達された痕跡がないのです。そうなると一番可能性が高いのが、そもそも納入できなかったという考えです。このヒントとなるのが、納入予定だった2020年という時期です。そう、2020年といえばコロナによる世界的パンデミックが発生していた頃です。世界各地でロックダウンが起こり、工場が稼働しないので部品の供給がされないなど、経済や流通の停滞が世界中で発生しました。特にインスタントアイが本社を置くアメリカでは、感染者数や失業率などは世界最多の数値となり、人種差別を発端としたデモ活動も広がるなど、あらゆる方面で大混乱な年でした。実際にこのパンデミックから3年以内にアメリカの代表的なドローンメーカーが複数倒産しています。そしてその中にはなんとインスタントアイ社も含まれており、2022年8月に倒産してしまいました。防衛省の発注はパンデミックより前なので、たまたま時期が重なったに過ぎませんが、こうした背景で納入できなかった可能性は十分考えられます。そして納入できなかったからこそ、2型回という新たな軍用ドローン枠を新設したと考えれば、全てがつながります。こうして1型の納入計画は白紙になったと見るのが妥当そうですが、なんと2023年11月になって新たな展開を迎えたのです。突如防衛省から災害用ドローン1型を複数の部隊に振り分ける文章が公開されたのです。数
数も2020年と同じ20機分となっていました。厳密にはこれは各部隊にドローンの配備と実習を知らせるようなもので、部隊側の日程の期限は2024年3月末となっていました。つまり少なくても1型は23年11月前後から24年の4月までには納入されていたということになります。しかし納入予定から3年以上が経っています。会社もすでに消滅しています。なぜ今になって納入されたのでしょう。まず会社ですが、このマーク3、ジェン5に限ってはインドの防衛関連の会社に引き継がれていました。もともと米海兵隊も採用したドローンなので、アメリカとしても国は違えどアフター体制は残したかったようにも思えます。インスタントアイ社の倒産からおよそ1年ですが、今回のが新会社で生産された分と考えれば時期的には納得です。そしてドローンですが、型番をよく見ると一部記載されていないところがありました。このマーク3というドローンは実は世代によって性能が分かれています。1型は最新版であるジェン5を予定していましたが、その部分の記載がないのです。しかしジェン5以外は生産されておらず、旧世代のマーク3とは考えづらいです。中古の旧世代なら可能性もありますが、そうなると計画時に支払ったジェン5 20機分の費用が謎になります。何より予定していた最新版の生産が続いているのに、予定外の旧世代を中古で買うのも不自然です。20機という奇数もしかり、やはりこれは計画通りのジェン5と見るのが妥当そうです。何はともあれ、これで災害用ドローンは全部出揃ったということになります。結果的に陸上自衛隊では多くの災害用ドローンを運用することになりました。性能を比較してみるとそれぞれの特色もあります。1型も優れた部分はありますが、だからといって今後追加で調達するかというと、その可能性は低いかもしれません。現在は計画時と違い、災害用ドローン全体の配備数も整ってきています。また事実上の軍用ドローン2型カイトも役割が被ります。ちなみにこの2型カイのアナフィー USA もアメリカ製ですが、パンデミックから1年後でもスムーズに調達できました。これは日本の民間企業でも使われていたため、日本で取り扱う代理店がすでに存在していたことや、国内の保守体制も整っていたことが大きいです。つまりほぼ輸入に頼らなかった成果といえます。相対的に見れば輸入に頼った1型との差は歴然です。有事の際の運用も考慮すれば、こうした調達環境や保守体制も重要なポイントになってきます。こういったことから追加調達するメリットは考えづらく、実際に追加する計画も今のところ上がっていません。つまり1型はこの20機で終了するかもしれません。もし駐屯祭などで見かけることがあれば、レアな体験になるのかもしれませんね。20機とはいえ、災害用ドローンでは唯一の本格的な軍用ドローンです。今後どのように使われるのか、その動向は気になるところです。